部屋ちょっと不便くないですか。いや、あのマイク、そもそも今マイクがあんまり入ってないんで、いや、なんかあの部屋だとあんまり音が分かんないじゃないですか。ああ、確かにチャレンジ入った。そう、マイク入れてなかった。あ、違う、俺のヘッドホンがちっちゃい。はあ、いや、これあとなんか ハウリングじゃなくてハウリングじゃなくて跳ね返ってこないですか。はい、あー、なんか来るね。じゃあ、当社の設定通り、バラしますか。あー、そうですね、そういう作戦で。そうだよね、これ。バラけて遠くから、ケアスタイルで。なるほど。あれ？あー、そっか。じゃあ、俺はこの、あー、いや、もっと、それだけはすごい。いや、いるな。ではな。これはさ。ではまた後で。この作戦の話も急に言い始めたから。黒色さんと僕で前話してただけなんで。実際あるもんですよ。なんか僕割とでかい街じゃないかこれ。ああ違うわ、これあれだ、ギター。ああ重っ。で、ギターどうしよう。敵たくさんいますよ。自分の声が跳ね返ってくるの喋りづらすぎる。いいっすね。適当。いつもの適当だ。まあいいっすね。いいっすね。あ、これ今65人で残り、だいぶ減ったね。減ったんすか？100人いたんすか？赤目半月さんのマイクのやつがまあ出てるけど声が聞こえない。まあ喋ってねえからな。あー、なるほど。俺今ゲームやりながらやってんだよ。ゲームやりながらマジか。こんなナメプで勝てるんだ。逆にいいか、もっと集中できるかもしれない。緊張感があるから。あと残り65人。変わってないじゃないですか。変わってないですね。みんな陰キャですね。陰キャ。ヨースコテンキだ。いいスコープ持ってないとばらける意味がないじゃないか。じゃあもうこの辺で出て隠れてるか。え、スコーピオン、スコーピオンって何？サブマシンガン。今ちょっと拾えたのか。拾えてねえな。いや、ほんと行った。残念だな。え、嘘、消えた。いや、マジで。なんで、え、いや、マジ、ないもん。バグ飛ばした。いや、あ、じゃあこれ埋まってるとか。もういいや、わかんない。買ってみたかった。はい。お、車ないかな。お、ダチア。
あ、違う、これスコーピオンってハンドガン枠だ。え、嘘。いや、マジマジ。あ、いる。有能だ。どうしようどうしよう。もしかしてこれはすげえ強い武器。いるな、どうしよう。わからん。連射はできるんだよね。あれだな。いるな、どうしよう。40発入るし。強。いるな。4体いるってんだ。どこにいるんだ。赤目さんは町の方ですね。じゃあいるな、どうしよう。どこ、いるわっていう。どこだどこだ。隠れながら行く。陰気ですね。音は聞こえてんだよな。上か、上だな。うんち。あ、いそう。くそ、カバンが欲しい。ロスコーピオン。あれ、スコーピオンというサイトつくの？いや、つきそうだな。あ、てか、レッドドットが今ついてる。おぉ、いいな。普通か。で、グリップつく、ストックつく。おぉ、有能。マジ有能じゃん。良そうだな、これ。ですね。あれ、枠5個だよ。5個の枠ってあったっけ？この枠。やばい。あさられてる。いいっすね。あ、されてないな、これ。カバンにあれついた。でかい街行くの怖えな。で、完全地帯。団地に入ったから、まあいいか。どうしよう。家あるな。この家でなんとかしよう。いそう。MK47。あ、ミュータントってやつじゃないですか。いいやつです。ミュータントは強い。転写じゃなくてなんだっけ。あ、転写だよ。転写か。この街を出ないと。あー、怪我した。足首を気づきました。うるさい。ません。お、 SR サップ買えないけど。いいっすね。誰か使います？まあ何も持ってない。悲しい。お、カバンのレベ2だ。お、4スポやったぜ。羨ましい。ずるいぞ。よし、AR サプレッサーもついてるし、これは強いぞ。ずるいぞ。あ、空爆が始まった。お、いいっすね。あー、クーバー怖え。みんなそれぞれ離れてるからなお怖い。回復できないね。
お、酸素。やんだ。やんじゃったか。どっちがいいかな。ミニの方が僕は好きです。じゃあミニにします。僕もミニかな。大丈夫か。切れそう。近くに降りた。逃げよう。やめち。射撃音がする。ああ行くぞ。ちょっとこっから狙撃したい。届くか。強そこから狙撃とか。うん。いやマップかな。いや、なるほどな。いや、いけないこともなかった。ただこれはアサルトだから。スナだったら戦えたぐらい。の距離。なるほど。嫌な感じっすね、あれ。まだ50人か。あいつらかもしかして。プープーってクラクション鳴らしながら走り去ってった。リースト105の余裕じゃないですか。かましてるじゃないですか。あ、戻っているよ、いる。あったあった、こっち来るよ。あっ、こりゃ取り付いた、どうしよう。なんすか。頑張れないだろう、行こう。あーやばい、充電が半分だ。
工作を受けているのか。半月も生きてるし余裕ですね。余裕じゃないですか。おや、作戦成功したのでは？成功ではまだ分からんすよ。いやてか前回が残り何人だったか覚えてない。50何人とかじゃなかったっけ。これは離れたおかげですかね。まあ、でも木で取ってかないと。インキャしてる限りは離れた方が有利なんじゃない。うーん、なるほど。さすがになんか乗らないとまずいな。乗れるっすか。赤目ハンディさんはバイク乗ってるよ。音がなんか若干こっちに聞こえる。お、ただ3か2、三輪か二輪かはわからないけど。バイクですね。この距離はなんか乗り物ないとやばいっすね、本当。まずいっすよ。もうちょっと右にずれて道路沿い何か探してみたら。やですよ、建物あるし。でも、あ、まあ大丈夫か。大丈夫ですよ。すごい、あと35だ。お、来てますね。同じぐらいのスピードだね。大丈夫だわ。あ、ダメだ。危ね。あ、怖い怖い怖い。怖いな、結構近い。やばそう。されてんのかこれ。さあどうでしょう。ドアンチは遠いな。おい、あ、合流か。あ、走ってればいい感じの距離感に。死んだ。死んだ。ああ、マジか。山の向こう側。なんと。前回は13位だった。反対行動絶対ダメなんだよな。でも順位的にはいい感じだ。ちょっと離れつつ狙撃で助け合うっていう。だってそもそも相手はみんな固まって動いてんだから、それは4対1は勝てるわけない。ちょっと隠れてりゃよかった。まあもう次は
団体行動で行きたい。行っちゃう？行っちゃいます？あ、走ってる方向はだいぶあれだった。あれとは、あ、さっきそこら辺にいたな。うん、4人いたから間違えてこっちの方来ちゃった。なんか車あったが、せっかくだったら車拾って移動するとか。なんか先頭の人がやられたらその方向から逃げる。後ろの3人、うん、なるほど。鍵の尻尾かなんかですかね。そう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 。じゃあ次ちょっとそれやってみますか。あのバイクは違うか。そうな。俺が死んだとこの付近にバイクあるわ。なるほどな。うん。でもあっちは行かないで。でも後ろから来てるからもう。あーダメだ、充電されてない。思ったけど、なんでいつも充電ないの？いけんだよ。なんでいつも充電。なんかいつもさ、充電ねってさ。てか、あの端子がもう悪くて、あのやりながら充電できないんだよ。なんかおめえとやってる時毎回充電ねって言ってるからさ。いや最近もうそれに尽きるっていうか、それに尽きるとは。なんで充電しないんだろうと思うの俺。てか充電されないんだよ、端子があれだし。買えよもう。マックスの状態で来てんだよ。買えよもう。いい加減さ。左にいる。ああ、左から銃声するよ。二人。あ、どこにちょっと待ってた。あ、分かった。ラベ。もう単なるどうしよう。充電微妙なんだよなこれ。ああ、ずいぶん。そっちか。どっか建物に入れるといいんだけど。めっちゃチケットここに。変なのある。なんか変なあったんだ。ボーナスアイテムあるやん。強いですね。ボーナスアイテム。ここ真ん中だからやべえな絶対。やばいよ。どっか小屋みたいなとこ入れたらね。いいんだけど。どっか入って芋ってれば。なんかすげえちっちゃい小屋みたいなとこないのかね。うん、あの一方通行かしら入れないやつ。でも大体グレネード以外は避けられんじゃんそれで。あと視覚情報として、うん、あんまり得られないからさ。アイス銃やっぱ誰か、やっぱそういう声もこらへんねえか。よくあんじゃん、なんか家のさ裏庭みたいなとこに。ああなんかいるね。あのうちに充電するか。え、今何パー？それは見れないです。あ、そうか、見れないんだ。あ、ただ、たぶん3分の1は切ってますね。やばいっすね。マジか。やりにくいな、本当に。これで1をここに挟んで、とりあえずこれでいいや。じゃなくてこっちの方を見ていた。探し回ってるってことか。
可能性は十分に。あいつはどこに向かってんだろう、あれ。あ、なんかこっあっちもあっち、あれか。あ、いや、こっち回ってくるじゃん。探し回って、あ、てかこれ、あ、あ、あん、こっちがあっちで。なるほどな。そういうことか。俺この辺にいようじゃん。足音するわ。するね。もう行ったか。いや、行ってないと思う。これから、あ、左から来る。左。ああダメか。ああ、ああ、今のは純粋に終わった。ああ、でも10位、あ、ちゃんと外してたんだけどな。次の試合また24分か。まあ次は勝とうぜ。うん、とりあえずクイックのやつ入りますか。345だ。145ポイント入ってる。145。あれ、この前は 何ポイントでしたっけ。ポイントか。あ、でも結構かなり上がれますね。え、その点が結構大事。あれ、あ、トップ10だと45ポイント加算されるってことかな。まずはそうじゃないですか。とりあえずトップ10は結構大事ですね。ああ、じゃあちょっとクイックだけ入りますね。うん、23分なんで長いやつは怪しいから、では行きます。はい、表示出た。うん、この画面だと本当に分かんないんだよな。充電器の表示が 100% なのがムカつく。うん、何やってもダメになりそうな。あー、やべ、まあいるな、いるな、どうしよう。いや、どっち行ってもこれいるな。まずいですね。あー、もう始まってる。たくさんインスト。あれ、武器がねえぞ。あ、転写じゃきついって。あらぐい。あ、撃たれて、撃ってる。あ、もう撃たれた、もうやだ。あ、建物の2階の建物の、違う、3階建ての建物の2階に鉄がいる。
10% のやつが今出て止まった。あーなんか音する。あー音がする。来てそう。音出さなかったつもりだったんだけどな。もうスモーク。あー3階にいますよ、クロイドさん。マジか。今のうちに充電を。2階にスモークも焚いてみた。あ、クロイドさんが焚いたの？そう、俺が焚いたの。別の建物から入ってくるんじゃないですか。またスモーク焚きました。また焚いた。なんか謎。あ、来て。なんかワズールさんの方足音めっちゃしてるけど。あ、いますね。同じ建物なんかいますよ。クルーズさんがいた建物になんかいる。やりました気絶。あ、やっちゃったか。なんですか、やってほしくなかったんすか。いやいや、ありがとうございます。なんかあれ別の建物から投げられたと多分勘違いされてちゃったやつですね。お罠に引っかかった。キャパケが近くに落ちてる。120方向ぐらい。アンチ微妙。あ、死んでる。了承。気絶してた。いただきます。あ、もうキル入った。なんか足音をする。クレイズさんの方。多分今のやつ殺したからいるってバレて。手に来てたやつか。でも消えました。あれ、いや、足音するしますね。武器がない。これは？インキャプで。キャですね。ちょっとした気がする。あ、めちゃくちゃしてますね。あ、離れた。あ、でもこれ向こう行ったんじゃないですか。なるほど、ね、この建物の通り過ぎして、うん、あ、なんか下で戦ってる。クロイドさんの下で戦っている。やってそう。え、でも建物の中じゃね、これ足音的に。で、下にいるんだな。多分下の階か。円がもうすぐ縮まるから。さっきのクロイドさんがいた建物の
黒井戸さんの下ぐらいの赤外層っていう、ワニゾウさんはアンチゴだしだもん。これあと8秒で縮まりますよ。あ、いるわ。あ、いる。めっちゃ見てる。それ戦えるんすか。わ、早く逃げた方が賢明じゃないですか。あ、あ、後ろ、下、下、いる。あ、マジか。下か。それは。あ、ワンちゃんの方行ったよ。その場所で気絶すると、もう助けるのが大変って。スモーク。スモークいっぱい焚いてる。やれやれ。ああ、アンチ外側からめっちゃ走ってきてますね。やれやれ。あ、いた。あえ。今の火事に並んでますね。やり方。これを。キャップで。え、でも残り1じゃん。あれか、そう、わかんないけど、あれか、あれで、あれがわかんないけど、ちょ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 、ワンちゃん、出てこう、あ、いた、出てきた、はい、おお、マスク、ウェーム。ああ、当たんな。めちゃくちゃ光線。そっちは動かないと。あ、でも。わ、ああ、ダメか。あ、今出た。お、すごいじゃん。おっしゃー。ナイスです。ナイス。すごい。やりますね。やりましたね。やったぜ。BP が受け取れない。BG？ いや、あのゲームのコインが受け取れない。ああ。BP じゃねえの ？BP です。あのこのマイクが反射しても全然わかんねえ。
27%。さあゲームにならんですよ。ゲームにならなさそう。なんか戦況より充電の方が危なすぎて。さあスコープ楽しみ。どれ引こうかな。おういますよ。今なんかメダルが8個あるんで。おお。なんかフライパン2個。そうですね、同じ武器の同じスキンは、別のスキンは。例えばアップデートでなんか解体を一気にできるようになったね。あ、そうなんで、え、そうなんですか。うん、便利。レベルアップ武器重機を重複して獲得した場合、レベルアップ重機って何だ。ガチャを引く前にちょっといろいろ概要を見よう。あれとはイベントのやつだな。カラビナ戦国。もう黄金シリーズ引くか。ガチャタイム。これが当たった。もう一機動体セット。お。おお。2秒っぽいわ。何っぽいって言いました。
何でもない。もうマイクで聞こえないんだ、このクソマイクのせいで。で、二重に何年切れがち。丸みに切れてる子は。そういうこと言う。子は、終わりを。まあまあ、一気に無償できるっていうのはまあまあ。え、だからそれなんかね、重なってるやつが20個ぐらいあるとし、なんか自動で表示されるからやれるよ。重なってるやつが20個ぐらい、うん、ああ自動でっていうのは、ああじゃあこの2つとかじゃダメなんですか。多分わかんない、自動でやる方法はあるかもしれないけど、貯めてみようかな。あれ、次って11時だっけ。そうですね、23時ですね。まあ、だから待機してんのか。そうですね。え、このままって行けんだっけ。あーと、一回出ますね、時間になったら。ああ。あれでも、さっきこの部屋って、あ、違うわ、一回解体されてるはずだから、まあ、出なきゃいけないですね。めんどくさ。マルミネくんめんどくさいよ。え？何？マルミネくんめんどくさいよ。え？俺が？どうにかなんない。いや、どうにもなりません。あ？切れそう。あ、これいいな。ちょ、耳っぽいわ。もう全然欲しいな、たんで。ファッション、ファッション一流王座。何言ってるんだ。ファッションインキリしてる。
なんで切ってるわ。どうかと思うよ。してもダメじゃん。そろそろかな。入るかな。退出しましょう。とりあえずクルーチャレンジ入りますよ。もし行きます。どうもどうも。充電が 60% ぐらいに回復してんじゃないか、これ。あ、そう、なんかでかくなったような前より。マイク入ってない。あか。どうしますか。スクールらへん行けば。なるほど。メディンの勧めということで。多分てか普通に距離的に行けるから。行ける全然。ちょっと届かねえかな。やばい、適当なパラシュートしすぎた。やべ、変なとこが降りちゃうな。スタートしちゃう。いや、この辺で落ちる。いや、ルート変更。ルート変更。またここかよ、スタート。またここばっかだな。ショットガンかよ。いらねえな。ふわふわパラシュート。でも戦闘になったら外して感じでいけるかな。今指の使い具合がちょうどいい。あ、そうか。あ、でもまあここ小屋あるから。ずっとこの小屋とかにこもってみようかな。外ででもろくなことねえしな。ワンちゃん小屋あるから4倍か。だけどしばらくしたら車探そう。もう一なら僕でも
電車かきついな、電車じゃ電車じゃきついな、どうしようかな。最低限の気が揃った感じが。お、じゃあ勝てんやんけ。勝てないんだよな、スコープが足りない。おっそ、あるじゃん。回復は大量に。良いやん。で、いい車探してこよう。いい車。バギーはつなぎだから。つなぎなのか。お、あれし、二人乗りだし、全然使えない。せやな。いい家を見つけちゃったからこっちはさ。いい家。空いてないじゃん。よかったね。2丁でいいかな。2枚スコ。2スコ。コスコ。小屋。いいやんけ。あっちになんかあるそうだな。え、なんで M41 とか。あ、SPS。やった。いいっすね。おお。スコスコ。あ、サファーもともとあれなんだ。でもあっちの街にちょっと行きたくねえな。小屋な。どうしよう。ポチポチ。私は恵まれてますね、珍しく。珍しく。珍しいっすよね。いいカバン拾っちゃって。終わったじゃん。これなんか来てる。なんか来てる。前降りてる感じがする。前降りてる。あ、そういうこと？じゃあ勝てるやん。いや、いい装備が揃った時こそすぐ死ぬ。なるほど。まあ僕毒スコを持ってなければ仕方ないんで。は？怖悪夢がしかない。電車じゃなくて。オートになってくれば。ああ、ここの家やっぱりいいわ。あ、サムグリップはいらない。M416 あるよ。います。もうなんかみんな集まってる。ん？足音が、あ、ワニドルか。あ、なんだ？集まってるやんけ。いやだ、これ。テカと思ったら。僕欲しい人。てかと思ったら赤目判決だ。まあ、いやちょっと欲しいっすね。敵だったらマップでバレんだよな。チュースと OT シャツどっちがいい？バレんだよな。OK で。はい、落としました。どこっすか。あ、あれ上か。一回っすか。上行きます。あ、そっちか、はい、あ、すれ違った。あれあれ、あ、なんか空中に浮いてた。空中浮遊。あー、爆発する。丸見にし、これ当たりますか？これ当たると思いますか？他にいるんだから当たるわけないでしょ。本当？窓際は知らないですけど。窓際じゃないよ。当たんないでしょうよ。当たったらどうする？いや、ちょっと何言って。あれ、貫通しなかったっけ？何ですか？わかんねえ。貫通したのを見たことがない。
ご褒美だ。やろよ本当にさ、そういうことすんの。いや、弾を分けてあげたんすよ。あ、やんのか。あ、なんか割と恵まれてるな。恵まれてる。ディスコ欲しい人とかいます？僕は大丈夫です。あ、いい車あんじゃん、あそこに。これじゃいらないっすよ。丸めについてこ。じゃあマーキングしとこう。マーキング？エロ。はい。ん？エッチですよね。H コーンの天下。H バックルな。お、敵か？違うか。敵いますよ、ここに。助けて、敵がいる。あ、待って、充電充電。こんなことしてる場合。あ、そういう敵。そういう敵か。わあ。なるほどな。理解。あ、ちょっと指の調子が悪くなったので。大丈夫か。あ、じゃあ指の調子ってか指の固定位置の話ですね。車あるよ。あるんですよね。どうします？頼みやで。フォローしますよ。フォローしますよ。フォローしてます。フォローしてます。俺は乗らないんで。乗らないんすか？フォローしてないっていう。あっちにバイクありますよ。あ、じゃあみんなバラバラにバイク乗る人と走る人と車乗る人で行く。車乗ったらどこ行くつもりですか？いや、それはフォローしてるんで。ああ、それは僕もフォローしてるんで。どこにも行けねえじゃん、そっち。お、M24。やるやんけ。やりますね。それ買おう。お、俺もまた誰も。当たってないっぽいっす。この辺当たられてないっぽい。で、53。次のワンチはどこに行くんでしょうか。SKS やっち好きだね。SKS じゃねえわ。いいだよ。S12K だ。ないんだよな。うんち。あーんちないか。落ちないですね。残念ながら落ちない。あ、嬉しいだろう。分解しちゃう？ん？車の音しなかった一瞬。一瞬したせいか。え、しましたよね。うん。マジっすか。どこじゃ。あ、あれか。どこじゃ。あ、グイゾ。いや、端子外してまい。
あ、いいっすか。これ全力。気のせいですかね。本当ですか。定期的に車の音が聞こえるような。定期的に。バグですね。え、なんか一瞬聞こえません。聞こえませんでしたさっき。わかんない。タッチ一瞬聞こえたけど。ですよね。うん、確かにね、聞こえた気はした。うーんって、ちょっとだけ。すぎて全然車のとかもわからないっていう。誰かの声真似じゃねえ。そんな声真似するやついます。ブーン。今しませんでした。プープープー。ああ、これだ、これだ。あ、ね、あ、これだ、これこれです。聞こえた、聞こえた。充電さそう。53人が。刺しちゃうの？あ、戦闘起きなそうなんで、とりあえず。さっき抜くって言ってたのに。あれ、さっきどうやって持ってたっけ？さっきいい感じだったんだよな。からぬ。思い出せ。ああ、こういう感じかな。わかんない。もうバイクの音がしたぞ。赤目の。なんか別の音しません。車来てる。どっちか。四輪のあの185とかの方。マジ？これ赤目じゃない？マジ？赤目じゃない。あ、来る。チェイスしてる。チェイスしてる。やば。チェイスしてる。止まれ。マジか。戦闘が始まってしまった。戦闘始まってんね。止まった。一体これ何か。思いっきりバイク乗ったら崖に突っ込んじゃった。ミスった。爆発音もそれやり合ってる。怖。高台から突撃するよ。どこ。裏側こっちから見て。見えないんだな。この下崖か、きついな。このぐらいの位置合いでいようかな。あ、車。280の家。あ、ここから見えないわ。あれ、微妙だな。280方向の家の方向にいますよ。はい。多分。まだ出せる準備しとくか。あ、まあいや、今のがナチュラルな配置なんで。ナチュラル配置。ナチュラルな配置。いや、家の近くにある車とかってモロ使ってるじゃないですか。あー、いる。雨がじわりじわりと歩いてますね。あ、走った。歩いてなきゃいいけど。あー、閉めた。あー、車あるから。あ、いた、見つけた。あ、入ってったら今家に。手前側の家だね。あ、いる。あ、車今乗った。車乗ってる。あ、動いてんね、なんか。え、動き始め、これ。今、あ、いや、降りた。あ、降りて、降りたのか。
まだ俺バレてないな。あ、今動いた。うん。あー、くそ、今打っちゃうか。いやでもあれだな、動いてるね。あ、出てった出てった。あ、アンチ向かった。こっちも車待ってるよ。出しますか。ブーブー。でまだ1分半あるから全然余裕なんだよな。俺運転なの？わかんないですけど、なんかフォローするんですけど、この人たち。特にワズルさんがフォローするんですけど。はい。あ、ケアパケの煙が上がっている。高いな。やばそうですね。高いですね、この辺かな。真ん中ら辺か。またここかよ。いつもここだな。いつもの、いつも親の顔より見た土地だな本当に。ランケル来ない方がいいんじゃないですか。スクール、あ、まだスクールら辺ダメかな。まだいるかな。うーん、どうなんでしょう。ふぅ、時の運ってところじゃないですか、スクールに関しては。あ、ガソリンは1個持ってる。まあ乗り回しても全然大丈夫。はい、入ります。あー、やじゃやじゃ。あー、だめだだめだ。来るよ。来るね。あ、死んだ。130って10で140ポイント145だ145か140。ベスト10じゃなくてもちょっと入る。
135っていう増え方したんじゃないですか。そういうことか。でも10位以降はかなり増加していくっていう。どうしますか。とりあえずエランゲル以外にしますか。フォローしてるんで。フォローしてるんで。エランゲル以外いきますか。やばい、もうキルしてね。Wi-Fi は5ギガの方が遅延が少ないね。2.4 ギガだとだいたい60ミリセックだけどさ、5ギガだと20ミリセックになる。あんまりそっちにいじってなかったからな。ちょっと今度いとりあえず A と G の違いも分からず。A の方が、A の方が遅延が少ない。だからあれって範囲と強度との兼ね合いっていう。うん、それはある。でなんですよね。前あのスマホの Wi-Fi の設定した時がそれ知らなかったから。ああ、始まったか。どうしよう。とにかく遠くだよな。ワンちゃんあの車の上を最初目指してそこから移動するっていうのをペラしていけよ。お車さん。でも車なら悩まされなくてもするっていうメリットはある。間違えて廃車のとこに向かいそうだけど。ありそう。ありそうだな。いやこのクランそういうボーミス結構するからな。クイックチャットが反応しない。クイチャ、マジで反応しねえじゃん。いやマジマジマジ。嘘。いやもういやなんか反応しない。なるほど。なるほど。なんか僕の方反応しないですね。あ、いるね。拳があるじゃない。ハンドガンしかねえんだけど。やるか。いるな。おー、やる発言。かっこよ。ハンドガンしかねえんだけど。あ、いる。裸の敵以外にも負けるんだけど。多分。裸の敵。あ、武器ないんだけど、切れそう。ん？あ、いるの。誰だ？いるね、いるよ。やったぜ。ナイス。ほらほら、ね。戦うぞ。おお、すごい。ぶっ殺してやったぜ。生きてんじゃん。あの T シャツなんだ。これいられない。ゴジラ T シャツなんてあるんだけど。
何これ、ミンタンクが2つある。なんかまだ足音する。あ、違った、クロイドさんだ。アフグリップ使っても、このショットガン嫌だな。2発しかねえな。わかる。ソードオフとかやつね。ソードオフ、あ、ソードオフってハンドガンのところに入るやつ。いや、うん、どうなんだろう。そうだよ。だからハンドガンがいいのか、なんかショットガンのデッカバンがいいのかっていうじゃないですかね。ハンドガンの枠とか使わない。これいるな。あ、オリアンけ。あ、いるいるいる。音が、音が見えてるぞ。AKM 拾ったぞ。見えてる。よし、これで左は。ほら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 。イエーイ。です。すげえな。もうスコーピオン見っけちゃったぜ。強。わかんないけど。ないですけどね。多分強いでしょ、これは。トミーがもらったって。断層を拡張すると倍に増えるっていう。うん。20から40。20でも連射できるのがいい。あ、だいぶ離れてんな。どうしよう。かなり強いね。スコーピオン欲しいな。ないもん。ないもん。ほら、ジャンプだ。これはスコーピオン。違う。どっちだよ。いや、あの150ぐらい。あ、で車やっぱりあった。でもちょっと待って、取られるんじゃないか。どこ行ったあいつ。全然知らん。ここも全然わかんないんで。いや、なんか突然出てきて感じだったんで。あ、いるな。いるな。いる？いるな、音が。いるの？車取りに行った。よし、ワンキル。ナイス。ナイス。チームではなかったんだ。近くにいいんじゃない？とりあえず、ミラーマン拾ってきたんで。あ、違う。ミラーマン？ミラードだ。ミラード。ミラード。ミラードっていう車。ミラー。ミラー？マジ？燃費悪いんですけどね。マジックのように消えんの？何の話してるんですか？何でもないっす。あ、やばいな、もう。すいません、そのネタわかんない。青が来ちゃうな。どうしよう。来ちゃう。よし、飛び降りるぞ。ほら、あ、痛い。うわ
ことはあれですか。坂とかにも弱いんで。車だ。乗ります？二台体制、あ、三台は行けんじゃんこれ。どうします？どこにあるんですか？ちょっと一人一台体制行きましょうよ。それほぼ意味ないんじゃない？一人一台体制って。カーレースゲームができる。何引き殺すの？マリカ要素だよ、マリカ要素。マリオ要素はどこ？マリオ要素あれ。びっくりした本当に。ああもう早速勝負してるんですね。ずるい。あれ？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 うん？降りたすか？あれ俺はどこに行った？そうだよな。そうだよな。そうだよな。どっか行った。今の何？え、なんか一人いないなと思って。謎だわ。ねえ、なんでパンクさせんの？もう余計なことを。余計なことし。どこに向かってるんだ。とりあえず安全地帯向かったら。あ、事故った。降りる方も。あ、違うわ。てかなんか近くになんかもう一台車なかった。それ乗り換えたら。乗ります。そっちに乗り換えた方がいいんじゃないの。てか車分けんだったらさ、22に分けた方がいいんじゃないの。天才かな。1人射撃して、1人射撃で1人やれば、多分4人で乗って射撃してもどうせ当たんねえから、角度的に。確かに。もうどういう現象でそうなるんだろうね。なんか今綺麗に戻ろうとしたけど、なんか普通潰れるんだよな。ガバガバ物理なんだよな。あ、フレアガン今たかれたぞ。めっちゃ撃ってんじゃんフレアガン。なんだよな、険しい道ばっかりなんだよな、この辺。険しい。いや、オフロード勢としてはいいんじゃないの。オフロード勢としてはさあ、おー、あ、ちょっと地図がわかんねえから、こっち、とりあえずこっち進めばいいな。ほらもう真後ろに来てるよ、なんか。あ、もう ラインがもう真後ろにもう青来ちゃってっから、早く走って逃げねえと。いや大丈夫、もういける。ああ、もうそう僕も早いから。そういえばこれってさ、フレアガンって何の意味があんの。あ、武士は来るんだ。待ってると落ちてくるんだけど、上げるの失敗すると終わる。さあなんか家の中でバーンってフレアガン撃っちゃってさ、やば、めっちゃ来てるって。あ、そっ、何あれ、あ、ほんとだ、え、あれキモ。めっちゃ武士来てるんだけど、なんか5個ぐらいあるやん。この辺おります、とりあえず、うん、あ、そうだ、フレアガンってそういう意味があるんだ。まあ、あっちを見ながら多分できるし。なんかホワイト、フレアガンは物資なんですよ。ちなみにあのアンチ街であげると、なんかすげえ頑丈な装甲車が来る。へえ、強。あ、デザインはあの 4WD のなんかちょっとごつくなった。なんか来た。何が来た。なんか来ちゃったね。が来ちゃったよ、パンクした車が。そうやって外せんの、それマジ。どうやった今。あれ当たんないっすね。あー、当たった。あれ、いやいや、当たらない。あ、当たった当たった。あ、本当は出てた。イエーイ。あ、いい感じになったよ。いい感じですね。めっちゃあそこ物資多いな、なんか。ま
摩擦がない。なんか、なんか山火事みたいになってんじゃん、なんか。なんだあれ。何、摩擦がないって何。行くぞ行くぞ。なんか楽しそうだな。これダメだね。まあまたここはなんだ。範囲外か。まためちゃくちゃ落ちてんじゃん。何あれ。スコープないからまるで見えない。摩擦しかねえよそれ。いや、ま、あーなるほど。うーんっていうか スコープが欲しいけどどこ漁ってもないぞ。いや曲がってきてもね。ボルスコンしかないからな、見えないんだよな。どうします、あっち側向かいます。あのケアパケの方向を相当して、あー消えたな。もうスコープ的に全然見えないんだけど。消えちゃったな。もうなんかあっちのいい物資のやつらに撃たれるパターンじゃね。やべえやつだ。やってきますか。そうすればいいんだ。あーちょうどなんか、あー、やばそう。とりあえず上田さん乗りますか。あー、バディに乗る。とりあえずここから出た方がいいんじゃないの、はい、被爆するぞ。どっち方向行けばいいんだ。回り込むか。回り込み作戦。もう正面発砲音が。やばそう。S 方向195。あー、おもろ正面だな。ここはどのぐらい跳ねるか。あ、跳ねない。よし、あっちは突入するが、行け。敵いるよ。ブオーン。あ、下にボックスある。やばそう。あ、撃ってきた。じゃあ悪いな。ダイボックスある。乗り換えればよかったか。じゃあちょっと。え、乗り換えるんですか。乗り換えるか、そのまあここで降りて散策するか。あ、4スコだ。どうします。いいな。任せ。ほんと山の上にできんだよな。山上？え、わかんないけど、大体方向的にそっちってことですね。うん、多分山の上にいるだろうね。やばそう。ちょっとさっきの方向からケアパケどのぐらいだったのか覚えてない。え、ちょうど山の方じゃない？来たんだっけ？うん、山の上に3つ来てたね。ピンのところさ、避けてきたんだっけ？多分この上にいんじゃ。じゃないですか。ありますよ。この上にいそうだよな。いそうですよね。うん、いそう。やばそう。まずいじゃないですか。撃たれてる。まずいですよ。しかもそれアンチ側じゃないですか。しかも今こそエナドリだ。エナドリ飲んでる場合じゃねえわ。マジで。あ、でも車か。来るわ。でも俺の後ろには敵がいる。つまり連れてくるんですね。了解了解。でも走ってたから多分まだ相当時間かかるよ。まだいぶ離れんな。乗り換え用の車どっちにしよう。またゴジラ T シャツある。コラボしてんの。AR サップ強っすね。
サップはいいな。ええじゃろ。いいな、いいな。どうします、道路沿いから山上から行きます。どうします。おお。あ、やべ、道路沿い。あ、なんか落ちてた。なんか落ちてた。めっちゃくるくる回ってんだけど。死んでない、ノーダメージだよ。こんなとガテから落ちてもさ、車乗ってたら、それは車乗ってたら、それはそうでしょ。車強っ。そりゃそうでしょって、すごいおかしいでしょ。車乗ってんだから安全だよ。あ、撃たれてる、撃たれてる。え、撃たれてる？マジで？撃たれてた俺は。あ、バズルかな。え、どっちですか？真面目に。わかんねえ。え、マテクシです。うん。見えかよ。そうなんて、敵は見えなかったからね。大丈夫。ほらほら、乗せろ。あ、こっちに車あるだろ。あ？うわ、ああ、そういうことな。おー、ええじゃろう。なんか突っ込んでくる、なんか突っ込んでくる。ほら、痛い。俺がマリカ要素よ。マリカこんなことしねえんだよな。あれ違う。ガソリンあるわ。あるわ。あー、今入れてるから足りなくなったら、あ、ええ、ちっちゃい、マックス。あ、マックスさん、まあいいや。増していくぜ。もうちっちゃい、もうちっちゃい。どこ行くんすか？あああなんかもうくるくる回って、もう何してんだよ、ほんと。もう。もうくるくる回ってんじゃん。まだいけねえ。俺ちょっとならいけるかなと思ったけど、まだいけねえかと思って。俺ドリンクなんもねえんだからさ。やっぱそう。ドリンク1個もねえんだ。ドリンク5個は出るわ。いやもう、あ、なんか煙上げてる車がある、怖っ。混んだらやばいっすか？え、いや、大丈夫。あ、全然大丈夫だ。それは全然大丈夫だ。うん、あ、おもももも。あ、敵じゃ、クロイドさんはどこだ？橋の近くに敵いるよ。あ、全然の近く。クロイドさん全然違うとこいるやん、なんか。全然違うとこにいるんだもん、だって。全く参考にならない情報だ。じゃあちょっと。この辺でおりますよ。どこいんだよって。全然関係ないとこに。あ、ま、何、もうまたアンチから外れたやん。また外れたよ。あ、キャパキャ上がってますね、なんか。いいじゃねえ、なんだこれ、変な。エナドリ、あ、違う。お、フィギュアスケートセットピンクって書いてある。遊具。かわいい。持って帰れないのかな。なんか、どんどん変な、どんどん変な衣装になっていくんだけど。障害。え、なんかさ、いろいろさ、なんかさ、コスプレセット落ちてるからさ、毎回着替えて。敵いそう。あ、車の、敵の車の音。あ、スナイパーみたいな。やば。いるな。やばやば。あ、撃たれてる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 、撃たれた、撃たれた、撃たれた、殺された。ああ、死んじゃったっけ。マジ？うん。マジか。赤目はそっちか。今ちょっとやばいな、近くにいるな、どうしようどうしよう、怖いな。近いのか。あ、なんか火炎瓶の音がしたような気がしたよ。あ、え、じゃあ俺めっちゃ近いじゃん今さ。あれだな、俺から見てクロイドさんの方から撃たれてんな。あ、やばいな、俺もう死ぬな。してんじゃん。とりあえずどうしようか。うう、ああ、やばい、もう、あ、やばい、銃。
鉄砲マーク見えてるから。あ、やばいな、いるいるいる。どスナイパーだな。あ、やばい、これ助けられそう。あ、あ、あ、無理か。ごめんごめんごめん、やべやべ、あー、あ、やばい、申し訳ない。うん、まあ、いやー、どんどん視界が暗く。あー、え、マジか、無理じゃん。あー、倒れた。あー、なんかバレリーナセットで。いるな、めっちゃいるな、なんか。ここの2階。マップで確認。マップ見りゃいいや。そこじゃねえな、丸前。その隣の建物だな。うん。あ、そこだな、その建物だな。あ、いた、んじゃ、とりあえずここ助けられます、ワンちゃん。マシ落としたな。ありがてえ。回復大丈夫ですか？大丈夫、了解です。やべえ音してるな。あ、おりやんけ。マスター？いや、265。あ、ワニドルと俺の間の家に敵いるよ。いますよね。マジで？よし、やった。おー、すごい、ナイスです。あと俺の正面の家にも敵がいる。レンガ造りの3階建ての家。あ、いるね。あ、でも今誰か当てた？マズドル？当ててないっす。いや、まだ生きてる、生きてる。隣の家の人ダメージ食らったよ。ファーク！ファッキュー。あ、スナイパーいるね。どうだ、強い強い。やばいよ。やばいやばいですよ。あー、近くに、そうだね、あ、死ぬ。ワインドの近くにいるからね。足音が聞こ見えてるから、ね、してる。あ、死んだ。まずいな、まずい、いるんだけど。あー、あー、ダメだ、あー、ダメか。強いね、やっぱり強い。いやー、そっか、そっちにもいる人か。強いね。いやー、やられた。例えばクランのなんかリクエストリスト、まあ何人かいるんですけど誘ってないですよね、誰も。誘ってないよ。うん。
解了解了解了解。ローストチキン、クランデッペルが全然上がんない。何ランク？何ランクですかね。レベルじゃないですかね。クランデベル結構前に3になったんですよ。そっからもうず。2万ぐらいの経験値しかない。1万分の2万。まあだからあれから4分の1ほどしか溜まってないんですよ。まあクランの人数の問題もありますけど。40人入るんですよ、枠。うん。40? この中の実像が6人ぐらいしかいない。あら。今9人って表示になってるけど、実装同じ赤がいっぱいあるし。なるほど。挟ましされてんだよな。じゃあちょっと自分これラッサになるんですけど。はーい。じゃあ俺の後ろの人はいい衣装持ってんな。俺も着たいな。何が一番変態っぽい衣装かな。まだそれ目指してるのか。いや、なんかね、俺バニーガールしか持ってないんだよ、衣装が。バニーガールなんかね、セーラー服みたいなの僕持ってるんですけど。これこの JK バニーっていうの、これしか持ってねえんだよな。でもこのために課金すんのやだしよ。なんかさっきあれだ、なんか魅力的な衣装いっぱいあるじゃない。いや、あるんだけどさ、どうすれば一番変態っぽく見えるかなって。もう PUBG のあの公然わいせつだから。もう PUBG 界1の、なんかもう韓国人ばっかだな。怖えな。何目指してんだよ。外国人ばっかり。かな、なん、もはやなんて書いてあるか全然読めない。読めないですね。ぐらい読めない。これ同じ字じゃないの？違う字なのこれ。どこから始めようかな。
なんだっけな、前のシーズンここで一人で勝って一人で一応優勝はできたんだけど、どうしよう。やっぱ、あーもうなんか何も考えず出ちゃった今もう。下痢みてえだな。何も考えず出ちゃった。何言ってるな。何も考えず出しちゃった。ああ。下痢みてえだな。臭みも言ってんの。何言ってんの、なんでそれ例えたんだよわざわざ。何言わされてるんだよって。何言わされてんだよ。言わないですか。何聞いてんだよ。何。もうわかんねえ。ああ、ローディングが終わんね。何これ。てか一人以外でさ、ルルカさんのフォローされてた。一人以外で勝つことがまあないんだよな。まあちょっと今もう全く切り取ってないから情けない。なんでスクワットでみんな勝てんだろう。あ、何この銃かっこいい、ちょっと惚れちゃう。戦略があると強いよね。何この銃かっこいい、なんか何これ、あ、スコーピオンか。なんかどういう方針で動きたいとかあります？フォローするんで。ブレアさっきのバラバラはなしするね。なんで俺らチームワークが悪すぎんだよな。やっぱ4、もうワニドルがすげえところにならんか。4大体制でやっぱ。じゃあソロでやります。あ、撃ってる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 、いる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 、ちょっと行き過ぎちゃう。あ、やべ、トミーガン拾っちゃったけど。いるわ。トミーガン入れます。あ、そうですか。いるわ。てか赤目すごいところいるな。いるわ。あ、痛い、敵がいる、敵がいる、撃たれちゃう。よし、こっから。やばい、やばい、ちょっと、感じちゃうかもしれない、これは。あー、感じちゃう。あ、いた！よし！ナイス。待って、ワニドルが。ワニドルが。ローディング終わんないとか言ってる。え、しかもダメージ食らってるし。あ、溺れてるんだ、これ。よし、倒したワンキル。ワニドルを覚えて死んだ。悲しいな。ローディング終わんないとかあるんだ。いや、なんかワニドルさん取り分けなんか遅いっすよね、あの入るのが。とか M だからかな。いや、そういう問題かな。なんかわかんないけど、まあ、前からなんか割と調子が良くなかった感じ思ってたんですけど。シャドウハンターセット。待機画面に入る。あ、なんかやっぱ JK ウサギの方がいいな。JK。JK。いや、倒した敵の衣装でなるべく変な衣装を手に入れるって。いいっすね。シャドウハンターセットって何これ？変態っぽい。いや、あ、ちょっと胸元開いてる。ちょっと卑猥。あ、いいっす。興奮してった。やだな、おっさんが着た衣装をさ、着回すって。4スコいりますか。なるほど。なんで俺こんヘルメットだけこんな打たれてんだ。うん、どこに。わかんないけど足音がした。マジで。あ、ここにいる。そこ正面。アサルトライフの弾がねえな。ナイスです。あぶね。デスはなしですね。え、何？デスはしてないんですよね。あ、気絶してからあの手術したから。高めはいるんじゃない。あー、でもたまにボット殺してもそのパターンになるから。あ、ないんだよな。え、なんでさっきアサスライフの弾だけねえんだ。弾がさっきアサスライフ、アサスライフ来るわ。すごいな。
しで絶なかったからこいつで最後だ。ああなるほど。他の二人は海で死んだんですかね。応急処置あるよ。いる？応急処置ですか。ああ、いらないですね。今カバンの方が欲しい。カバンもあるよ。え、何のカバンですか。あ、レベル1。これは1位です。あ、じゃあいらない。いいですね。あ、足音する。え、2人ぐらいね。あ、いや、こっちだ。びっくりした。危ね。おお、すごい、どんどん倒すね。あ、ちょっと遠いやつだから。あ、いたよし、よしよし、倒した。よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ。さあ、どんな衣装持ってんのかな。衣装はぎ。さあ、どんな衣装あんのかな。くそ、普通の衣装じゃないか。トイレあんのか。親父買いなんだよな。あ、またスコーピオン見けた。今一度も火吹いてない。変態衣装狩り。あ、やべえ、腹減ったな。腹減ったな。お、チャーハンか。さっきから腹がぐるんぐるんなってるわ。腹がさっきから…おっ、びっくりした。俺かさっきから腹の中がぐるんぐるん言ってるわ。そんなに。すごいな、これツイキャス流してんのに思いっきり下ネタばっかなんだよ。子供のことじゃないですか。てかやべえだな、そうそう、指導案書かねえと。来週だ。ここら辺小屋が多くていいな。俺こういうとこ住みてえな。溺れたワズルが帰ってこない。もうこれ多分もう帰ってこないでしょ。なんかこのなんかマイクが切れたみたいなマークになってるから。あ、回線切れか。もう。でもこのマークは帰ってくるよ別に。帰ってくるのこのマークって。帰ってくる。入り直す。でもこっからこの頭はきつい。でもこっから入り直してももうあれじゃないの、もう正直。いや、ただ多分あの感染してる可能性はある。声出さないけど、あれ声は出さずに。やった、アドレナリンだ。あ、そもそも声聞こえないんだ、あれ。 G36C。 あ、ここにスコーピオンありますよ。T36C ってあれじゃない、あの連射できる。うん、やつでしょ。 UMPQ 好きだからこれにしよう。 UMPQ 好きだからこれにしよう。サブとアサルト、アサルトかこれ。ケツ斜めない。うん、あれや、なんかや敵が1体ずつ来てくれっからってやりやすいわ。ありがてえ、ありがてえ、ありがてえ。コピオンレッドドットしかつかないか、さすがに。撃つ。撃ち音しますね。
2発外れた。あ、走ってってるの。丸峰の方行ったよ。あ、マジですか。ちょっと違うか。このなんかロケット発射台のなんかすごい高い建物の中に。そこら辺か。俺と丸峰の間ぐらいか。ただむしろそっちの方が高いから顔出すと不利なんだよ。いや、そもそも人間かわかんないけど。お、まだアンチだね。うわ、撃たれてる撃たれてる撃たれてる。外れた。いや、足音するの。撃たれてる。嫌な足音だ。よし、倒した。あ、後ろにいんな。二人いんな。どうしよう。やべえやべえ。逃げる。後ろに二人いる。俺の後ろに二人いるな。やべえやべえやべえ。これは、ちょっと、衣装だけよこせ。D36C ってこれあれじゃないですか。後ろにいんの。どうしよう。やだな。二人はやだな。数の暴力じゃん。どこにいるんだろう、ね、やった。医療キットゲット。医療キットゲット。二人いるから何とかして。でも多分その二人多分敵同士なんだよな。あのやり方からして打ち合ってる。と俺が来たからって警戒してるパターンだな。そう、ゴジラ T シャツ。またゴジラ T シャツだ。流行ってんの。ゴジラ T シャツなんなんすかね。流行ってんのかな。俺はバニーガールがいいんだけど。残念だ。兄ちゃん。兄ボーイか。あ、敵いたな。大丈夫か、この辺か。まだアンチだ。てことはここ来るな、みんな。俺残りあと31人だな。どうしよう。あ、そっちなんか救援物資来てんな。その先にじゃあいるってことか。誰か小屋だな。じゃあ、違う、山頂か。山頂ってことはちょっとあそこから離れた方がいいな。どうせ変な衣装ねえだろうし。
この今2人と近いですね。近い近い、橋か、橋のとこに。あ、撃ったよな、いるな。敵いるよ。色が濃いから地形な。ジェル方向だな。ちょっと正面にいるっていう。こんな。で、無理していく必要もねえんだよな。お、危ない、びっくりした、びっくりした、真後ろにいたわ。よかった、相手アホで。びっくりした、真後ろにいたわ。もうやめてよ。あ、いいな、このジョーカーピエロセットいいな。あ、普通だ、やめとこ。やっぱ JK ウサギだな。俺がどんどん敵倒すたびに衣装変わっていくから。もあっちの工場っぽいとこだな。ちょっと嫌だな。工場施設っぽいとこだな。いや、もっと奥だな。まあ残り人数でみんな殺し合ってくれや。ほら、高みの見物でも行きましょうよ。ケアパティが来た。あ、撃ってる。あ、いた。もうやだやだやだ。やった、キル。おー、ナイスです。でもなんか今複数いるような感じだった。違うな、クロさんがそっちにいるのかな。今どこなんか一応にケアパケがある。あ、ダメだ、なんか変な衣装もなかったし。ちゃんと変な衣装着てから俺と出会ってほしいな。もうびっくりじゃん。追いはぎの仕様がねえな。仕様がねえな。あと14人か。あと11人殺せばいいってこと。多いな。あ、なんか違う、なんかまあ来てる。やだ。
怖いよ。ああもうなんか。火炎瓶とか使い道ねえから捨てようかな。使い道なさすぎ問題。あんまり聞かないし。火炎瓶は使える。仲間殺すときに使える。クソゴミなんだよな。仲間殺すときなんかねえし。そんな状況はない。火炎瓶とグレネードだけは仲間に攻撃ダメージ与えられる。グレネードはな、なんか相手が小屋にこもったときにおびき出せるから使えるんだよ。最強ですね。おその物資のとこ来ちゃった。あ、いた敵。いたな、クソ。逃しちまった。出てこい、殺してやる。よし、倒した。おお、ナイスです。さあ、いっぱい入ってんじゃん。さあ、お前の衣装よこせ。ああ、普通の衣装だ。やめとこう。なんかもらえるかね。さあ、とにかく、ああ、いらねえ。何もね、入ってねえ。とにかく変態の衣装をよこせ。ここ6倍スコープあるね。こいつ。さっきレリンが倒したと思われる。ああ、今俺がいる。箱に6倍スコープ。俺が今倒したやつも6倍持ってるわ。6倍1個、4倍2つ。スコーピオンも持ってるし、なんかいろいろ持ってるな、この人。すごいね。でも、衣装は普通だな。残念じゃん。ちょっと残念だな。衣装も変態だったら、もう高く評価したのに。やべえ、今日、この試合6人倒してるわ。気持ちいいな。うわ、撃ってる。来たな、誰が撃ってんだ。うん、中にいるパターンか。あ、いるな。撃ってるんだけど、まあ遠いな。まあ無理に行く必要もないんだけど。家の中とかは。家の中だったら、あ、近いな。近いな。撃ってきてんだ。あ、近いな。どうしよう。近いな。あ、二人いるな。どうしよう、ちょっと一旦引こう。あ、いる。これ狙えるわ。ダメだ、見えなくなった。みんなが入っちゃったね。あ、いるな。いるんだけど、どこだ。ちょっと、まだっけ。210方向に2人いたよ。中にはいなさそうだな。おうほうほう。撃ってますな。近いんだけど。まあそれは近いか。だってあれも支援物資そこだもんな。支援物資近い。あと3人だ。あと3人倒せば。今6人残り。あ、違う、あと何人か。4人か、4人だ。4人倒せばいいんだ。グル
ープじゃない方がいいな。あ、ショートする。あ、本当だ。誰か抜けましたっけ。あ、撃たれた。撃たれたか。マジか。うわ、今丸峰と勘違いしたわ。撃たれますね。ちょうど俺と丸峰の間にいるんだ。はい。こ、まあ倒してないでしょ。というかいるね。あ、中にいるんだな。二人いるね。上にいるな。よし、一人来た。ナイスです。もう一人いるな。早く回復してくれ。頼む、早く回復してくれ。もう一人。あ、グレネード投げられたで。うわっ、やられた、グレネード。助けられるそれ。いや、あー、いや、近いんだったら来た方がいい。これんだったら、あ、いや、あ、この上にいる、この上にいる、この上にいる。この上。降りてくるか？あ、違うか。この上にいる。あ、いや、とりあえず。ありがとう。二人いるから。なんか外にいるわ。外に今行った。今一回。出てったか。こいつは俺をやったやつ。よし。あ、もう一人中、こいつ中にいる。ちょっとあと無理だ。俺も死んだ。あ、マジか。俺もなんか体力が。すまん。あー、もういんの、いんの知ってたんだけど無理だった、さすがに。くそ、やられた。今回すげえ7キルしてんな。はぁ、あ、これはワズルさんはどうなってるな。感染されてたんですか？いや、落ちた。あ、落ちた後は見れてない。あー、そういうパターンか。あ、ちょっと3位だったんで。あ、3位だった。ちょうど俺と丸さんがやられた。あらら、最後残り3人のと、あ、残り3人じゃないや、ね、5人だったのか。5人で、うん、多分5人だな。久々だったな。あそこまで良かった、ね。久々だった。デビン1000ダメージ超えてたしね。いや、序盤からバシバシ皆さん殺してたんで。ね。マイロンさん溺れてたし。溺れてたんか。端っこまで行って溺れて死んでました。あらー。前もあったんだよな、なんか運転途中で落ちて崖から海に突入したな。あ、まあ、その時はクロイドさんの方もアンチと戦ってて体力1ぐらいあったんだけど木の枝にぶつかって死んだって車で。
あえず今日のところはお疲れ様です。お疲れ様です。明日もとりあえずやる予定なんですけど、あの同じ時間に。はい、 OK です。うん、大丈夫そうですか。まあ行ければ行きます。てかその他の時間ってダメですか皆さん。どうだろう。うん、正直わかんねえんだよな。まあ、とりあえず2時、2時と2時、3時ということで。うん。お疲れ様です。じゃあお疲れさん。